鳥インフルエンザが横手市で起きたことが分かってから4日目です。今日の午前までに殺処分が終わりました。まだ感染ルートは特定されていませんが、鶏舎の壁に小動物がかじったような穴が開いていたことが分かっています。横手市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したのは9日の朝。その日のうちに簡易検査で12羽の鶏が陽性となりました。おととい県が発表し、その後すぐに自衛隊員と県の職員が鶏の殺処分を決めました。24時間体制で作業し、感染が分かってから4日目の今日午前、およそ14万羽の殺処分が終わりました。昨日夜、農林水産省はこの養鶏場を調べた結果を発表しました。鶏舎に窓はありませんが、このように外の空気を取り込むための換気口があります。その換気口はクーリングパッドという厚いフィルターで塞がれています。夏場には水を循環させ鶏舎の温度を下げる役割があります。このフィルターに動物がかじったとみられる3センチ程度の穴があったということです。鶏舎の中でネズミのものとみられる糞や足跡も確認され、農林水産省は感染源や感染ルートは特定されていないものの、その可能性は否定できないと話しています。県は初動の対応は円滑に進んでいるとした上で、農家に対して改めて設備の点検をしてほしいと訴えました。病気に対して一番その感受性の高いその人たちであっても、やはり破られるということがあるんだなという、まずこれちゃんと読んで迎え自分の身の回りを点検してくれという形で、まず換気を呼びかけたということでございます。県議会の委員会では養鶏場のチェック体制について意見が出ました。皆様方、県の職員がですね、この131農場で、ね、手分けしてね、その動物が感じたネズミの穴があるかとか、例えば穴がなくても地底ってイタチとかもね、アガナグマとかって行くわけですからね。すべての養鶏場をチェックするべきだとの意見に対して、県側は、我々が A 農場に行って B 農場に行って C 農場に行くというのは、我々が媒介する可能性があるという。県はこれから堆肥や餌などを埋める作業に当たります。また県内131カ所すべての養鶏場に消毒用の消石灰を配り、まん延防止を図ります。